こんにちは、アイアナです。ビデオが始まる前に、ちょっと、テンデンスの人たちにありがとう。まあ、スペシャルセンクスを言いたいなと思います。まあ、すごいお世話になってて、まあ、自分が持ってる時計とか、もう家族が持ってる時計、大体が、もうテンデンス、もう全部かな。もう、テンデンスですごい綺麗な時計とか、こういう、こう、なんか、いろんなモデル、ディテールがあって、すごいいいところで、まあ、店員さんも優しいし、本当にお世話になってるので。もしこのビデオ、まあ、テネスの人たちが見てくれたらいいなと思います。本当ありがとうございます。Anyone overseas wanting to order, you can now order online. They recently started shipping overseas. ぜひ買いに行ってください。いいところです。こんにちは、アイアナです。アイアナズもいつも行けてありがとうございます。もしよかったら、ライクサブスクライブ忘れないでね。あと、ベルも鳴らしてね。今日は、テンデンスにやってきました。スペシャルエピソードとして、まあ、おばあちゃんの誕生日プレゼントとして、ここに、あれ、時計を選ぼうと来ました。そんじゃ、入ろう。これは、入った時に見るものなんです。まあ、見えるやつなんだけど、なんか扇風機みたいに回ってんだけど、そこに映像が映っててかっこいい。だからずっと見てられるよ、これは。暇つぶしに見るやつかっこいい。あとは、ここに、あれ、いろんな国とか場所とかの、あれ、まあ、時間とかが書いてあって、例えばロンドンとか、東京とかニューヨーク、パリとか、LA とか、こういっぱいあるよ。あっち何時だろうと思うときにこれ見るとね、わかるよ。いいね。頑張ったな、セッティング。で、これは新しいモデルで、フラッシュってやつで、でもこれ色的に言うと、なんかこれスイカっぽくて、なんか地味にスーパーマンの色。なんか赤と青と黄色とか。これなんだろうな。星空。これはパパが持ってるやつ。今でも謎。で、フラッシュって言ってるんだけど、ここの、あれ、ここを押すと、こういう感じに、色フラッシュするので、フラッシュって名前になってるらしい。すごいね。で、次が、これが確かトゥインクルというやつです。なんか、おばあちゃん好きそう。私今お母さんが黒いの持ってて、まあ、自分がピンク持ってるんですけど、白まだ持ってないから、それをおばあちゃんにしようかな。なんかそうした方がいいかな。家族だよね。で、これはウルトラマンのモデルです。あれです。300本しかなくて、300個しかなくて、期間限定が結構レア。これ好き。地味にスパイダーマン。まあこれはデスクとかに載せたり、まあ時計、こういう時計じゃないけど、載せてみる時計だね。勉強とかして何時だろうと思ってここ置いたりさ、できる。これかわいい。で、これが「ハリー・ポッター」のコラボのやつで、前確かビデオ出した時にこれ話したような気がするな。なんかおばあちゃんこれとか好きそう。で、これがスピナーで、これはカードとかこういうゲーム系とかのやつで、まあスピナー、これおじいちゃんが好きそうな感じがする。こうやると回る。だからスピナーになってて。これはこれだね。で、これお母さん持ってる。黒いのかわいいよな。欲しい。
で、まあ、これはカムフラージュ的なやつだね。なんか色で場所とかが違う。青は海で、白は空とか、そういう感じがするな。これ結構いいんじゃない？かわいいし。でもこれは他にいっぱいあって。これいいな。これなんかおばあちゃん好きそう。時計の中身本体が見えちゃってる。私これ好きかな。いやー、なんか紫好きだから。結構いいのある。夕焼けみたいなやつあるし。で、まあ、ここにもさっき紹介したスピナーの時に出たやつがまだあって、で、これがさっき紹介したトゥインクルなんですけど、あ、これどうしよう。これにしようかな。まあ、あれ、私、青いの持ってるんですけど、で、残りこことか、まあ、欲しいと思ったんだけど、おばあちゃん、こういう、もうおばあちゃんだから、こう、ヒョウ柄の好きだからな。これにしようかな。なんかお揃いっていうか同じモデルのやつがいいからこれにしようかな。じゃあこれにしよう。お願いします。ありがとうございます。これぞどうだ。似合いそう、おばあちゃんに喜んでもらうといいな。 じゃあこれでお願いします。じゃあ開けてみよう。さ、ちょっと怖い。え、おお、綺麗。綺麗。はい、やっぱこの箱と取りたいわ。取っとこう、この箱は。私と物として。よいしょ。じゃあ、まあ見てくれてありがとうございました。まあ、本当のテンデンスはいっぱい、まあ、いい時計があって、まあ、あれも結構持ってて、すごいいろんなデザインとかあって、モデルもあって、結構好きなところなので、まあ、ありがとうございました。まあ、見てくれてありがとうございます。まあ、もしよかったら、LIKE and Subscribe も忘れないでください。バイバイ。